広報ふたばダイジェスト2020年令和2年5月号主な項目です。新型コロナウイルスの感染が拡大しています。感染防止へのポイント、そして町が行っている取り組みなどについてお伝えします。令和2年度がスタートしました。今年も年度替わりに伴って人事異動が行われました。新年度にあたって町立小学校と中学校で入学式、双葉幼稚園では入園式が行われました。その他の主な内容はご覧の通りです。こんにちは。この番組は毎月発行している町広報誌広報ふたばに掲載されている主な内容の要約ダイジェストとしてお送りします。4月16日、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言の対象が全国に拡大されました。そこで感染防止へのポイント、そして町が行っている取り組みなどについてお伝えします。新型コロナウイルス感染症は、咳やくしゃみなどによる飛沫や、手などを介した接触によって感染します。そのため密閉、密集、密接といった3つの密を避けること、不要不急の外出を控えることをはじめ、ご覧のような対策が感染予防に有効とされています。一人一人の感染予防対策が皆さんの命を救います。こうした感染予防対策を通して新型コロナウイルスの感染予防、そして一日も早い感染拡大の収束にご協力ください。町では新型コロナウイルス感染拡大防止に向け、町役場いわき事務所では来庁したすべての皆様に体温測定や手の消毒などを行っています。また皆様に応対する窓口では飛沫感染防止対策としてカウンターに透明のシートを設置しています。その他、支所や連絡所を含め、室内の換気や除菌清掃など、可能な限りの対策を行っています。詳しくは広報ふたば8ページをご覧ください。この新型コロナウイルス感染防止対策として、外出や接触の削減が呼びかけられています。各種証明書の取得など、行政手続きの一部について郵送での請求や申請を行うことができるものもあります。どうぞお気軽にお尋ねください。町役場いわき事務所の電話番号はご覧の通りです。福島県では新型コロナウイルス感染症の相談窓口について、これまで県内9カ所の保健所と県庁で対応していたため、複数の窓口の電話番号をご案内していましたが、一本化されたのでお知らせします。帰国者接触者相談センター 0120-567-747、 一般相談コールセンター0120-567-177。 新年度のスタートに伴い、4月1日付で令和2年度の人事異動が行われました。今年度の人事異動では、まず特別職として徳永信弘副町長が新たに就任しました。また町職員では新規採用や県内外からの派遣、人事交流などの異動がありました。また町立小中学校、幼稚園でも異動がありました。副町長の就任について詳しくは広報ふたば3ページ、町職員について詳しくは広報ふたば14と15ページ、教職員について詳しくは広報ふたば9ページをご覧ください。
新年度の新しい体制がスタートしました。町では引き続き復興に向けて全力で取り組んでまいります。続いても新年度の話題です。町立小学校と中学校で入学式、双葉幼稚園では入園式が行われました。4月6日、町立学校仮設校舎体育館で町立小学校と中学校の合同入学式が行われました。新入生は在校生代表や保護者、教職員や来賓の方々が見守る中、南小学校5人、中学校7人の新入生が入場し、1人ずつ古名を受けました。式ではまず国歌斉唱を行い、南北小学校の松本校長が式辞を述べ、立下教育長による教育委員会告示、伊沢町長や佐々木町議会議長による祝辞、在校生代表による歓迎の言葉、そして新入生代表による誓いの言葉と続きました。今年度の町立学校は、南北小学校の児童がそれぞれ15人、双葉中学校の生徒が12人の計42人でスタートしました。詳しくは広報双葉10ページをご覧ください。また町立小中学校の入学式に続いて、双葉幼稚園で入園式が行われました。新入園児は保護者と一緒に入場し、大きな拍手で迎えられ、担任の先生から一人ずつ名前を呼ばれ、元気に返事していました。式では堀内園長の式辞、立下教育長による教育委員会告示、伊沢町長や佐々木町議会議長が祝辞を述べ、新入園児は元気に挨拶をして双葉幼稚園に通うことを約束しました。新入園児は3歳児が1人で、在園児と合わせ5人で今年度の園生活がスタートしました。詳しくは広報双葉11ページをご覧ください。お知らせの後は情報ピックアップです。新型コロナウイルスなどの感染症を罹患している方や、その疑いのある方などがご家庭にいる場合、鼻水などが付着したマスクやティッシュなどのゴミを捨てる場合、二次感染にご注意ください。主な対策として、ゴミに直接触れない、ゴミ袋はしっかり縛って封をする、そしてゴミを捨てた後は手を洗うことを心がけましょう。詳しくは広報双葉18ページをご覧ください。それでは町の話題をまとめてお送りする情報ピックアップです。双葉町では、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により被災した保護者の皆様の経済的負担軽減のため、お子さんを幼稚園などに就園させている保護者の方に対して、入園料と保育料及び給食費と教材費の一部について補助を行います。詳しくは広報双葉11ページをご覧ください。双葉町では、東日本大震災及び原子力災害を受けた納税義務者などが納付すべき令和2年度の各税目について免除・減免を行います。詳しくは広報双葉12ページをご覧ください。町では、令和2年度の軽自動車納税通知書を発送いたしました。納税通知書がお手元に届きましたら、車両番号などの内容をお確かめください。軽自動車税を現金納付される方は、コンビニエンスストアでもお支払いいただけます。納期限は6月1日です。詳しくは広報双葉13ページをご覧ください。自動車税は毎年4月1日午前0時現在で、
車検証上の所有者に課税されます。福島県では令和2年度の自動車税納税通知書を5月8日に発送する予定ですので、納期限の6月1日までに忘れずに納付してください。なお、避難先などへ郵便物の転送を希望される方は最寄りの郵便局に転居届の提出をお願いします。詳しくは広報ふたば13ページをご覧ください。総務省では5月1日から31日まで福島さわやか行政相談キャンペーンを実施します。双葉町を担当する行政相談委員には山本和也さんが委嘱されています。詳しくは広報ふたば13ページをご覧ください。以上、情報ピックアップでした。お知らせの後は町民の皆さんの活動について、そして双葉健康だよりなどをお送りします。コンビニエンスストアなどにおけるマイナンバーカードを利用した住民票など各種証明書の自動交付サービスについて、5月2日土曜日から5月6日水曜日までシステム改修作業のため運用を一時停止します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。詳しくは広報双葉12ページをご覧ください。それでは町民の皆さんの活動についてお送りします。双葉町に本社がある勝山工業株式会社様より町にテーブルと椅子が寄贈され、4月6日町いわき事務所で寄贈目録贈呈式が行われました。この寄贈は東方銀行の東方ふるさと総活躍応援志募祭を利用して行われたものです。寄贈いただいたテーブル5台と椅子14脚は新しくなった双葉駅に隣接する旧駅舎に配置し、来訪した方に休憩スペースとしてご利用いただいております。なお、旧駅舎のご利用時間は午前9時から午後4時までで、休憩所としてどなたでもご利用いただけます。詳しくは広報双葉16ページをご覧ください。新型コロナウイルス感染リスク回避のため、いわき真心双葉会では総会資料を会員に送付し、期限までに議案などへの回答を求め議決を行う、いわゆる書面総会を行い、4月10日の期限までに異議・質疑などはなく議案などが承認となり、新年度活動の執行に移行しました。なお、新年度活動計画は新型コロナウイルス感染拡大の推移により中止・大幅な変更などを余儀なくされることが予想されます。会員の皆様にはご理解のほどよろしくお願いします。詳しくは広報双葉19ページをご覧ください。今年度も双葉町の情報をお伝えする FM ラジオ番組を放送します。この放送は C-WAVE FM いわきで制作放送され、いわき市内と楢葉町内など双葉郡内の一部では FM ラジオを通して、それ以外の地域ではインターネットを通してお聞きいただけます。なお、インタビューの収録は電話で行いますので、出演を希望する方が放送局などに出向く必要はありません。この放送は総会や交流会などの町民皆様の活動について、延期や中止、変更などお知らせにも活用できます。出演を希望する方は秘書広報課までご連絡ください。詳しくは広報双葉19ページをご覧ください。町民の皆さんの活動についてお送りしました。続いて双葉健康だよりです。健康寿命とは、心身ともに健康で介護などを必要とせず、日常生活に制限なく自立して生活できる期間のことです。平均寿命と健康寿命との間にはおよそ10年の差があります。健康寿命を伸ばすことで自分らしく過ごせる人生の期間が長くなります。加齢に伴い心身が弱くなってきた状態はフレイルと言われ、要介護状態になる前段と言われています。そこでイレブンチェックを通して
フレイルの兆候を把握し、予防に努めましょう。詳しくは広報双葉17ページをご覧ください。以上、双葉健康だよりでした。お知らせの後はふるさと絆通信です。年度替わりにあたって引っ越しなどが多くなる季節です。避難先を移動された方は町役場まで避難住民届を提出してください。移動先の届け出がないと町からの広報誌、各種通知などの郵便物が届かなくなりますのでご注意ください。また町では広報双葉、双葉の輪の広報誌や各種配布物などを届け出のある避難先一挙所につき一部ずつお送りしています。ご家族が別々の場所に引っ越された場合や同居するようになった場合など、広報誌などの発送に関することもお気軽にご連絡ください。避難先移動届については戸籍税務課、広報誌などについては秘書広報課までお問い合わせください。詳しくは広報双葉21ページをご覧ください。続いてふるさと絆通信です。毎月皆さんのもとをお尋ねして、現在の様子やふるさとへの思いなどをご紹介しています。今月はいわき市で生活している日渡し義弘さんです。ふるさと絆通信では皆様の出演をお待ちしています。取材にあたって文章や話題を用意する心配はありません。私が皆様のもとをお尋ねしますので、世間話でもするような感覚でお話ししていただくだけで記事にすることができます。また書かせていただいた記事は必ずご本人に内容を見ていただいた上で掲載しております。話が一人歩きすることはございません。ふるさと双葉町の絆につながりますよう、次戦他戦を問いませんのでよろしくお願いします。以上、ふるさと絆通信でした。それでは双葉の風だよりです。今月は小室仁さんから寄せられた随想、今泉玲子さんから寄せられた文芸を掲載しています。双葉の風だよりでは、全国で避難生活を送る皆さんからお寄せいただいたお便りの一部をご紹介しています。俳句や短歌、随筆や随想など皆さんからのお便りをどうぞお気軽にお寄せください。宛先は郵便番号 974-8212 いわき市東田町2丁目 19-4 双葉町役場いわき事務所秘書広報課です。皆さんからのお便りをお待ちしています。続いて今月の表紙です。まず表は4月6日に町立学校仮設校舎体育館で行われた令和2年度双葉南北小学校双葉中学校合同入学式の様子。続いて裏面です。双葉写真館では2016年に撮影された双葉町内の様子です。そして今月のベストスマイルは3月23日に行われた双葉幼稚園修了証書授与式で撮影された桜組園児たちの笑顔でした。ここで一つお知らせです。双葉町社会福祉協議会が行っている社協サロン健康教室は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で今月は中止となっています。今後の予定は広報双葉などでお知らせします。この広報双葉ダイジェストでは、皆さんのもとにお届けした広報双葉から内容を要約してお伝えしています。詳しくは広報双葉をご覧ください。新型コロナウイルスの感染拡大が続いています。いわゆる3密や不要不急の外出は避ける、やむを得ず外出する場合はマスクを着用してこまめな手洗いや消毒を忘れずに行ってください。もし体の異常を感じた場合には、かかりつけの医療機関やお住まいの自治体が開設している相談センターなどにご連絡ください。
どうか皆さんのお体と皆さんにとって大切な方々の安全を第一に行動してください。広報ふたばダイジェスト2020年令和2年5月号、また来月お会いしましょう。